こんにちは、音楽旅人のチェシャネコです。今日の台湾一分間は高雄に来ました。高雄というと昔の倉庫から改築した博二艺术特区は見逃さないスポットですね。その中に世界中に一番古い本屋がありますよ。無关实验书店という本屋で、店に入ると枕に神秘的な空間で、光ってるのは本棚と商品だけ。とても個性的な本屋で話題になっています。新書から古本、雑貨、クッキーなど面白いグッズがいろいろありますよ。チェシャネコのおすすめの店です。